じゃあ、今日はですね、それに引き続きまして、ユークリッドの誤助法は多分去年の代数の授業でもやったかと思うんですが、これは多分確実に数学類では少なくともここでしかやらない内容なんですけれども、拡張ユークリッド誤助法というのを紹介します。で、どこが拡張なのかっていうことなんですけれども、まあ、基本的にはユークリッドの誤助法なんですね。で、どこが拡張かというと、まあ、A と B を整数として、それから D がと A と B の GCD の時にこういう関係を満たすような S と T っていうのが存在します。D がですね、 A の S 倍と B の T 倍の和になるような、等しくなるような、そういう S と T が存在します。で、これをこの S と T を効率的に計算しようというのが、この拡張ユークリッドの拡張の部分です。で、多分前年度のですね、代数入門で使った教科書にもある程度こういう計算をやられている部分があるかと思います。多分皆さんも後で見ていただけると分かると思うんですが、この拡張ユークリッド誤助法ですと、この S と T をですね、より系統的に順序立ててアルゴリズムの形で計算できますので、まあ、その辺も比較してみると良いんじゃないかと思います。で、その定理なんですけれども、一応拡張ユークリッドの誤助法というのはよく D-Extended Euclidean Algorithm というふうに呼ばれますので、頭文字を取って、まあ、EEA と略称することにします。で、その定理の内容なんですが、まず A と B を整数としまして、で、代償関係としては、まあ、非ゼロですね。非ゼロで、かつ、A が B 以上であるということにします。あ、ごめんなさい。非ゼロじゃない。皮膚ですね。皮膚です。失礼しました。皮膚の整数で、A が B 以上であるということにします。で、次にその常用付きの序算に言って、先ほど のユークリッドの定理と同じようにですね、定理 EA と同じように、この、乗与の列 R1 から R のラムダプラス1、それから小の列ですね、 Q1 から Q のラムダというのを同様に定めます。で、次がポイントなんですけれども、この S の0から S のラムダプラス1っていう数と、それから T の0から T のラムダプラス1っていう数を、まあ、次のルールで定めます。と、まず I が0の時は S0 が 1T0 が0で、S が1の時は、I が1の時は S1 が0、T1 が1。それから、あとは全化式で定めるんですけれども、S が、SI プラス1というのを、SR の I マイナス1から SI と QA の積を引いた形で定めます。それから T の I プラス1についても、これは T の I マイナス1から TI と QA の積を引いた形で定めます。で、なお、これをですね、乗与の列の計算と実はセットにすることができまして、もともと乗与の R の i プラス1っていうのは、R の i マイナス1から RI、QI を引いた形だったんですけれども、これと同じように S の i プラス1と TI の i プラス1も計算できますので、まあ、しばしばこれから後では、その R の i と S の i と TI のセットで、こう、割り算と一緒に、この SI と TI も定めるということをやりますので注意してください。で、この時に成り立つのが次の主張です。まず、I が0からラムダプラス1に対して、この SI と A の積と、それから TI と B の積の和が RI に等しくなります。で、特に I がラムダの場合には、A の S ラムダ倍と T の T、B の T ラムダ倍の和が A と B の GCD に等しくなります。これが1番目ですね。それから2番目の性質は、これは S ラムダと T ラムダの大きさの見積もりなんですけれども、もし I が A が正であれば、I が0からラムダプラス1に対して、この TI の絶対値が A 以下、かつ SI の絶対値が B 以下となります。それから、A が1より大きく、かつ B が正ならば、もう少しこの場合はシャープな見積もりが出て、T ラムダの絶対値が2分の A 以下、かつ S ラムダの絶対値が2分の B 以下になるという性質があります。
ここまででしょうか。で、まあ、今日はですね、まあ、この定理初めて紹介しますので、まあ、今日は基本的なことの説明に限りますけれども、でまずその先ほど主張の2番については、ここでは証明は省略します。で、まあ、今後の授業で取り上げる可能性はあります。まずこの1番が成り立つことだけを一応今日は示しておきたいと思います。これはキノコで示すんですけれども、まあ、i が0と1のときはその定義から成り立つということですので、これは各自で確認しておいてください。で、問題はこの i が2からラムダプラス1のときですね。で、これラムダプラス、ラムダマイナス1まで例えば成り立っていた、i マイナス1か、i マイナス1まで成り立っていたとしましょう。で、これで、もし r の i マイナス1までこの定理が成り立っていたとして、でこの R の I を計算するんですけれども、R の I というのは、まあ、序断ですから、R の I マイナス2を R の I マイナス1で割った乗与ということになるわけですね。そうすると、こういう形 の、 まあ、関係が得られます。で、ここで、その R の I マイナス2と R の I マイナス1は、キノコの仮定を満たしますから、それぞれこのような形で展開します。R の I マイナス2というのは、S の I マイナス2かける A と、t の i マイナス2かける b の和に展開されると。それから r の i マイナス1も同様に、こういった2つの和に展開されるとなります。で、今度はこのですね、式を全部展開した上で、a と b に関してまとめるんですね。そうすると、なんとかかける a プラスなんとかかける b という形になるんですけれども、実は、これをよく見ますと、この a のにかかっているこの部分というのは、このアルゴリズムで定義した SI になっていることがわかります。で、また B にかかっているこの式も、この拡張ユークリッドの誤助法の定義を見ますと、実はこれ TI になっていることがわかります。ということで、この RI というのも、やはりこのアルゴリズムで定義した SI×A と TI×B の和で表されるということで、機能法が完了すると、の証明が完了するというわけです。ここまでいいでしょうか。ということで、今回のその拡張ユークリッド誤助法のアルゴリズムですね、アルゴリズム EA という名前でここに書いておきましたので、説明一通り見ておきたいと思います。入力はその、まあ、R の元 F と G で、でそれに対して出力は、D と S と T という R の元の組です。で、どういう関係式を満たすかというと、D はF と G の GCD でして、それから S×F と T×G の和が D になると、そういう条件を満たす関係式を関係を満たす S と T を出力します。で、その計算の方法なんですけれども、まずまあ、いろいろな変数の初期化ですが、 R0 に F を代入し、それから S0 に1を代入し、 T0 に0を代入します。それから、i が1です。インデックスが1の部分では、r の1に g を代入し、s の1に0を代入し、t の1に1を代入します。で、あと、i に1を代入しておきます。で、次のステップでは、その ri が0でない間、次の計算を繰り返しなさいっていうんですけれども、まず、乗与の計算ですね。r の i マイナス1を r の y で割って、まあ、その小を Q の i とせよと。それから乗与を R の i プラス1としてせよということですね。で、次にその S の i プラス1と T の i プラス1を計算しますが、これは先ほどのその定理に従って、これらはその S の i マイナス1と T の i マイナス1の組から、それぞれ9倍、この Si と Ti の組をですね、9i 倍したものをそれぞれ引きます。で、あとその i に1を加えて、このまた繰り返しをで計算するということで、Ri が0になるまでこの繰り返しを行います。で、最終的にその Ri が0になったときに、その1ステップ前の数ですね、R の i マイナス1が、まあ、非0の乗与の最小のもので、まあ、今回出力すべき GCD ですから、
R9-C をまあ D に代入すると。それからその時に得られた S の i-1 と Ti の i-1 の組をそれぞれ S と T に代入するという形で、D と S の組を介してアルゴリズムは終了ということになります。ここまでいいでしょうか。で、一応テキストにも例題がありますので、実際にどういう形でその R と S と T が計算されるか、ちょっと例題を見ていきましょう。とテキストですと、例の 4.23 というのがあります。で、ここでは F として119、それから G として35という2つの数に対して、この拡張ユークリッド誤助法を実行しています。で、まず、この R0 と R1 を定めるんですけれども、まあ、R0 は F を置くわけですね。F を置くから119ということになります。それから、R の1は、まあ、G に置きますから、これ35ということになります。で、まず次のステップでは、この R2 と S2 と T2 の組を計算するわけなんですが、まずその R の2というのは、この R の0を R の1で割った乗与なわけですね。そうすると、まあ、119を35で割った乗与ですから、この場合、小は3ということになります。で、その乗与は14と出てきます。で、S2 と T2 についても、この R0 と R1 から R2 を導出したのと同じ手順で計算すればいいわけですね。そうすると、一応こういった数の三つ組みで計算することができます。で、それによると、まあ、S0 が1、T0 が0、それから S1 が0で T1 が1っていうのを代入して、で、この引き算を行うことで、S2 は1、T2 はマイナス3というふうに出てきます。以下、同じようにですね、この R の3、S3、T3 についても、この、まあ、R1、S1、T1 の組から、R2、S2、T2 の組の Q2 倍を引けばいいということになります。で、この Q2 はどうやって決めるかっていうと、この R1 を R2 で割った時の、まあ、小を Q2 にしなさいと。ということで計算しますと、この場合は R の3、乗与は7と、それから S の3がマイナス2、T の3が7というふうに出てきます。で、以下、まあ、大体同じような手順で計算しますので、詳細を省略しますが、R4、S4、T4 というのが、こちらの下にありますように、0と5とマイナス17ということになりまして、ここで R の4が0になりまして、R のとして乗与が、0の乗与が出てきましたので、ここで繰り返しの計算が終了するわけですね。そしてアルゴリズムに従いますと、この時、0でない、最後の Ri の元をが与えられた F と G の GCD になるということですので、答えとしてはこの GCD は7と、それからそれに付随する S と T なんですが、S3 のマイナス2と、T3 の7と。でこの組を介してこのアルゴリズムは終了するということになります。ここまでが大体この、まあ、レーダーによるアルゴリズムの動作ですけれどもよろしいでしょうか。はい、ということで今回はですねその、まあ、可換換の基本的な定義の復習をしましてそれから、ユークリッドの誤助法ですね、ユークリッドの誤助法は、まあ、多分皆さん1回は授業でやったと思いますので内容を復習した上でその乗与のその誤助法の列の長さに関してちょっと性質を少し詳しく説明しました。それから、まあ今回の中心であります拡張ユークリッド誤助法について説明をしました。で、あと次回はですね拡張ユークリッドの誤助法の性質に一部少し触れます。まあ、テキストも見てもらっても分かると思うんですけれども、拡張ユークリッドの誤助法に関しては、一応もうちょっと説明すべき性質がいくつかありますので、まあ、それについては、今後、1、2回ですね、また今後の授業の中で時間を取って説明していきたいと思います。でそれと同時に、次回以降の授業では、その拡張ユークリッドの誤助法の応用として行われる計算についてもいくつか紹介しますが、次回は、方逆減ですね。この乗与間上でのその逆減の計算について紹介をしていきたいと思います。以上ですが、何かここまでありますでしょうか。それでは今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。